ブッフォンのパリさんデビュー戦は相変わらずのブッフォンだったよねということで豆腐です。今回もね、サカツクロードトゥーワールドでポルトガルでインターナショナルカップ本戦やっていこうと思います。まあね、もしかしたら前回の動画のお尻にね、ちょっとくっついてるかもしれないんですが、分かれてる場合はいいところまで行ってるはずです。ということでやっていきましょう。では、まあとりあえずはまずは、あれを変えたいよね。まずは選手のね、調子を見てちょっとずつ変えていきたい。で、前回に引き続きね、今回も戦術ロナウドでやっていきたいと思います。やっぱね、強い。戦術ロナウドがめちゃくちゃ強い。やっぱね、真ん中に強い選手がいるだけで、パスもすごく回るし、まあシュートにもつながりやすいしね、ということで、まあだいぶね、その守備的な面でみんなを鍛えてきたっていうのもあるんですが、いや、今回はね、戦術ロナウドでゴリゴリやっていきたいと思います。さあ、初戦はブラジルですね。もうここら辺はね、もうダイジェスト見ない。結果でいく。いけるでしょう。戦術より取ってるし。うん、強い強い。以前のまでの負けが嘘のように強い。あれ？なんで今までこんな負けてたんだっけ？むしろ。7対0とか7対1とかで負けてたよね、ベルギーとかに。めっちゃいい感じ。うん、いいよ。ブラジル相手に、まあ、戦術より取れてるっていうのはもちろんあるんだけど、それでもね、4対0はめちゃくちゃいい感じ。これ勝てるかもしれない。ただ、2つネックがありまして、今回ね、まあ、オレンジスタイルでポルトガルやっているんですけど、オレンジスタイルって、ドイツとスペイン相手にちょっと戦術相性が悪いっていう、まあ、ドイツにはね、予選で1回勝ってるので、まあ、うまくいったら本戦も勝てるかなと思うんですが、ちょっとね、スペインと総合値がそんなに変わらない中で、戦術より取れてないのは若干不安かな、っていうか、だいぶ不安かな。まあ、とりあえずメキシコに3対1、ブラジルよりもメキシコの方が強かったっていうね、苦戦してるっていうね。さあ、お次ですね。いや、いい感じ、いい感じ。もう、ポルトガルの力見せていこうぜ、グイグイ。ここ勝てるでしょ、これ。お、ちょっと待ってください。いい選手が来たんで、そこだけね、ちょっと見ていきたい。誰が来たの？いらなすぎうち。さあ、サクッとやっていこう。星4のね、スカウトの選手来たら、僕は基本取るようにしてるんですけど、もともとね、持ってる選手は取れません。バランの介護官。互換とかね、クリロナの介護官とかになってしまうので、もともと取ってる選手以外は基本取るようにしております。サウジですね。うん、サクッと勝てそう。いや、なんか今までポルトガルめちゃくちゃ負けてたんですよね。なんか信じられないぐらい負けてたんですよ。本当に。なんか総合値ある程度ある割に、もうゴリゴリ負けてまして、ちょっとね、めげずに。やっていたんですが、今回めちゃくちゃいい感じなんだけど、なんでなんで？なんかあったんかな？ちょっと今回は勝とうみたいな、そろそろ視聴者に飽きられるし、今回は俺たち勝とうみたいな感じで買ってくれてるのかもしれませんね。さあ、イングランド。初戦イングランドはね、結構個人的には嫌ですね。強いんですよ、イングランド。押し来た。オッケー、さすが。やっぱりね、本戦のトーナメントになった時に、まあ決勝、準決勝とかは強くて仕方ないんですが、まあ準々決、まあベスト16、ベスト8くらいはね、ある程度弱いところと当たりたいんですが、今回はちょっとね、初戦が不幸にもイングランドでしたね。だいぶその支配率がイングランドに押されてるので、ちょっと怖い。このまま逃げ切ってくれ。頼む頼む。よし、来た。ここ決めろ。オッケー、瞬殺。え、外したんか、やばい。あ、ただいける。これでいける。長いパスから、おお、なんかもう、ポンポンポンと、ポンポンポンと入っていく。お、やばくない？ポルトガル強くない？さあ、これどう？かわして。何？いや、右起用が効いていく。やっぱ、クリロナワントップの方がバランスいいって絶対。これいけるぞ。いい感じ。イングランド相手にこの差は素晴らしい。さあ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 、お次はブラジル。いや、ブラジルもね、ちょっと強豪国が続くな。ただ、戦術有利取れてて、総合値が結構こっちも高いんでね。わざわざ進化させたんですよね。星3の選手をね、星4まで進化させて二角してるので、まあ、勝てるでしょう。さあさあさあ、緊張の試合ですね。予選ではだいぶ調子良かったんですけど、今までね、ロシアでやってて予選ドイツに勝って本戦ドイツに負けるのがよくあったんで、ここ決めたいね。あー、ダメか。先に先制点が欲しい。ただ結構押してる。押し来た。いい感じ。これ決めろ。よし、来た。素晴らしい。あんまりクリロナ活躍してないけど。お、
来ました、これがクリスティアーノ・ロナウドのスーパーかっこいい光エフェクト、シュートトラップ、シュートキャンセルでかわしてからの流し込み、超かっこいい。これもうクリラナかっこよすぎてやばいね。おっと、余裕かと思いきや、ジェズス、まあ、支配率負けてんな。ただシュート本数はいい感じなのでこのまま勝ち切りたい。ドリブルでいけ、何、よっしゃー、何、素晴らー、いけそう、マジでいけそう。オッケー、とりあ、ダメか、オッケーオッケーオッケー、危ねえ、焦った。オッケーオッケーオッケー、いい感じ。イングランド、ブラジル相手に2連2つをね下して上がってくるのはいいですよ、めっちゃいい感じ。うんうん、さあフランスか、ここ怖えな。戦術有利は取れてないけど総合的にもそんな差がない。ここ山はですね、決勝戦この調子でいくとドイツかスペインどっちかに当たりそうで嫌だな。できれば決勝戦はドイツかスペイン以外がいいけど、それ以外の強豪と全部当たってる感ある。イングランド、うん、ブラジル、フランス、あとドイツとスペイン以外なくない？どっちかしかなくない？さあさあさあ、いややっぱね、おっと来ていく、前に送って、よし、素晴らしいですね。このまま行きたい、このまま勝ち切りたい。よっしゃ、どんな感じ？おっと、これ圧倒的ですね。支配率も63の、シュート本数も22、相手支配率37か。あれ、なんかフランス弱い？いや、こういうこと言ってるとね、あの逆転されるんで、やめてくれ、フラグを立てないでくれ、うわやめてくれ、外してくれ。おっぶね、焦った、あー焦った、めっちゃ焦った、めっちゃ緊張する、なんか気持ち悪くなってきた、緊張しすぎて。あー、もう早いインターナショナルカップ優勝したい。 OK、 4年に一度っていうのがめちゃくちゃでかいですよね。本当に一回優勝できないと一気にモチベ下がる。 OK、 おっと、そしていい選手が来ていく、大物選手来てほしいな。なんか一時期大物選手来やすいみたいな噂流れましたけど、全然来やすくなくないですか。今回のアップで入ってから全然来ないんですけど。さあ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 、まあ、そんなね運営に対する愚痴をこぼすと決勝戦でボコボコにやられるので、ちょっとね調子を見て変えていきたい。前線のね調子がいまいち、何に笑ってほしいんだがさ、うわースペインか、戦術有利も取れてない、だがうちのチームにはクリスティアーノ・ロナウドがいる、いけるっしょ、うんうん、クリロナがいればいける、ワールドカップでも示されたはず。うん、あー何が調子が悪い。ここただ戦術よりついていきましょう。ポメコンやめよう、ここに来てポメコンを捨てる男、ここに来てポメコンを捨てる男、豆腐。うん、やっぱねちょっとねスペイン相手にあの差は厳しい。でこれどう、こっちの方がいいよね総合値。うん、これでいこう。もうクリスティアーノ・ロナウドにはね本職についてもらう。もう右から切り込んで、あ、でも右から切り込んでシュート打つタイプだっけ、ロナウド。ちゃう、このロナウドのライトウィングマジでやめない？せめてレフトウィングにしない？さあ頼む、マジで運命の大一番、決勝戦にしてポメコンをやめたことが裏目に出るか、それとも吉と出るか、吉と出るか京と出るか。 OK、 え、これいけるんじゃね、これいけるんじゃね、おっ、なんかわかんないけど入っていく、ふんわりと。いや、とりあえず先制点、いやめっちゃでかいねこの先制点は。さあハーフタイム、支配率か、いやこれはもういけますわ、支配率も勝ってる、シュート本数も勝ってる。さあ決めてくれクリスティアーノ・ロナウド。ちょっとね今動画うるさかったですね、すいません、ちょっとあまりの嬉しさに。いやマジでね、ただ口の中もうカラッカラ、このまま勝ってほしい、マジで頼むぞ。オッケー、これもう来たっしょ、もうクリロナがやばいんじゃ、クリロナがやばいんじゃ、勝っていくんじゃ、いけるんじゃ、これはもう優勝したわ。いやマジでクリロナやべえ。いやちょっと待って、ポルトガルさ今までボッコボコのケチョンケチョンにやられ続けてきたんだけど、なんで急にこんな強くなった、どうしたみんな、何があった、なんかいいことあった今日。とりあえず0対4の超快勝、素晴らしいですね。今までもう7対1とか6対2とかで負けてた中、これはめちゃくちゃいい。
いやー優勝嬉しすぎ。あーマジで嬉しい。もうロシアが長すぎてその間ね全然優勝を味わってなかったんで、イタリアで一回優勝してるけども、イタリアの優勝がはるか昔のことに感じられるほど負けまくってたんで、いやーマジで嬉しい。これでねルイス・フィーゴが手に入ります。フィーゴはねレフトミッドフィルダーの選手なんですけど、僕レフトミッドフィルダーの星5がいなかったんでね、ちょっと頑張ってね二角までいけたらいいかなと思います。いやーマジで嬉しい。ちょっとホッとしたっていうか、だいぶホッとした。たまにはね視聴者の方にいいところを見せたかった。うん、いやーちょっと今回の優勝で今までの低たらくをチャラにして、もう一度ロシアの低たらくに向けて優しい目で見ていただけると嬉しいです。いやー嬉しい、マジで。ちょっとねそれではフィーゴをお迎えに行きましょう。いやいやいや嬉しいです。さあ来ましたよ大物選手。これもオーナーの人徳がなせる技ですね、と。ありがとうございます。いや、マジで嬉しいね。ただね、ちょっとね、インターナショナルカップのこの優勝選手の残念なところがね、あのレジェンド選手がね、そこまで強いステータスじゃないっていうのがちょっと悲しいんですが、まあ文句は言わずにね、受け取りましょう。ルイス・フィーゴテクニカルドリブラー。途中出場がついてますね。まああんまり途中出場使う機会ないんですけど、僕は。いや、でもいいですね。うん。いや、これは嬉しいね。契約いただきます。さあさあさあ、無事にね、ポルトガルで優勝することができました。いや、本当に良かったですね。たまにはちゃんと優勝したかったので、今回はね、だいぶいい回になったんじゃないかなと、個人的には思います。ということでね、まあ皆様のね、何か一つの参考にでもなったのであれば幸いです。オレンジスタイルはね、ドイツ、スペインに気をつけましょう。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。皆様の良きゲームライフに乗っております。トークでした。バイバイ。